こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は5年生の道徳すれ違いについてお話をします、えー、内容項目は相互理解寛容です、えー、さてあらすじです、えー、主人公が2人います吉子さんと江里子さんですこれ2人の視点で描かれた2つの小さな物語これが1つのセットになって教材になってます。まあ,あ3時に公園で待ち合わせ をして遊んでからピアノの塾に行こうというふうに2人約束してたんですけども、まあ、お互いに急な事情があり、連絡が取れなくなりました。まあ、それをね、よしこさんの視点で書いた物語、えりこさんの視点で書いた物語が書いてあるんですけども、まあ、結局、行き違いになったまま2人が会ったところで、えー、2人はね、お互いの事情を知りませんから腹を立ててしまったという話です。 さて、えーとですね、いつものように小学校学習指導要領の解説を読んでみました。えー、ここだなというところがありますね。えー、寛大な心を持って他人の過ちを許すことができるのは自分も過ちを犯すことがあるからと自覚しているからである。このくだりですよね。えー、ね。よしこさんとえりこさん、2、えー、人とも自分が正しいという考えで、えー、ね。 相手の火をついていくという形になるんですけれども、えー、それぞれに事情があります、えー、そういうふうに考えることができるのは自分だってよく考えれば過ちを犯しているまたは過ちを犯す恐れがあるだから相手の過ちが許せるんですね、えー、ですからこの授業を通してね、えー、自分にも落ち度はあるということを考えることで相手を許せる。 こういったところまでね、えー、子どもたちの考えを深めることができないかなということで、授業を考えてみました、はい。いきなり表が出たんですけども、実はですね、2つの物語が並行して走っているので、えー、このようなね、表を作る必要があると思います。場合によってはね、えー、掲示物を作っておいた方がいいかもしれません。よしこさんのところをちょっと見てくださいね。えー、っとね。 まず、えりこさんからね3時か4時にピアノ教室に行こうという電話がかかってくるんですね。で、広場で遊ぶ約束もします。で、後でね、時間が決まったら言うからというふうにえりこさんは言うんですけども、えー、ところがね、待てと暮らせと電話ありません。実はね、よしこさんは午前中のうちに電話をしてるんですね。えー、4時に しようというふうに伝えるつもりだったんですけれどもその時お母さんは不在、よしこさんは2階でピアノの練習をしていたために電話がかかったことに気づかなかったんですね。一方、えりこさんの方は母親に頼まれてスーパーに買い物に行くことになりました。えー、さて午後1時、電話がかかってきているなんてことをよしこさん知りませんから、えーねえー、母に確認しますがお母さん出かけていましたからどうかわからないというふうに答えます。1時半よしこさん我慢しきれなくなって で電話をしてね、その時にエリコさんがスーパーにお使いに行ってるということはわかるんですけども、まあそんなに時間かからないだろうということで、2時頃にね、いつもの広場で待っているというふうに伝えてほしいと言って、まあ、伝わってるものと思って、えー、2時前に広場に着くんですね。えー、ところが待っていても、エリコさん来ません。で、まあ、腹を立てたままピアノ教室に行くと。一方、エリコさん、帰ってきたらね、よしこさんから電話があったということを知って、 え自分はね、4時のつもりでいたんですけども、3時になったわけですから、慌てて広場に行きます。で、まあ、おそらく2時を過ぎた頃に着いたんでしょう。えー、誰もいないので、えー、ね、ピアノ教室に行って、えー、ね、えー、ごめんなさいと、よしこさんに腹を立てるんだけども、よしこさんはツンとして横を向くと。えりこさんの方にもね、何を勝手に時間を決めてきてというふうになっちゃったと。 こういう話ですよね。顔がらがってる話ですのでね、こういう整理をしないと授業にならないと思います。さあ、えっ、ー、とね、まず授業の導入ですけどもね、まあ友達が約束を破ったとします、あなたならどうしますかと。まあ、価値の方向づけという感じですかね。えー、その後、資料を判読します。その後、このような表がいると思いますね。表によって整理をして、えー、ね時系列にまとめると。で、はい。 良くなないいいいいのはどっちだとと思いますすかといきなり聞いてみたいですねこの話を読むとね、やっぱよしこさんの方が若干良くないかなというのは特に最後のところですね。えり、ー、こさん、一応ごめんねと話しかけたんですけども、ツンとして事情を聞きませんでした。ね、まあ、えー、これはいずれに言ってもいいんですが、どちらかが100%割りとは言えないと思います。 子どもたちにどちらが悪いという議論をさした後、どちらかが100%悪いとは言えないねと。じゃあねと。ここからですね、よしこさん、こんな風にならないことをためにできたことがあったんじゃないという風にして、この、ね、時系列の行動表を見ながら見つけさせたいですね。えー、まずね、えりこさんの帰宅を待ってから出かける。これできたはずですよね。それからもう少しで公園で待つこともできたし、 えりこさんが事情を話してきた時にね聞くということもできたはずなんですねじゃあ一方えりこさんこれねなかなかないと思うんですけども読み返すとねマーケットに出かける前にね母親に事情を話しておくっていう手がありましたよね、えー、よしこさんとね、えー、にどうしても連絡したかったんだけども時間あの時間がなかったと。 自分としては4時ぐらいに行きたいんだということを話しておけばこの行き違い生じませんでしたよねこのようにね冷静に考えればよしこさんもえりこさんももう少し相手に対して気遣いができたはずなんですよねこれを飛ばしちゃって感情的な対立に行っちゃってるそこでさあ2人にかけていたことは何ですかと聞いてみたいですね、えー、自分にもっとできることがあるというふうに考えたというような発言が出てきてほしいなと思うんですが 私はね、こんなヒントを与えてはどうかというふうに思っています。まるがもう少し気をつければよかったと反省すること。まるに何が入るか。自分がですね、まず自分がもう少し気をつければこんなことにならなかったんじゃないかと。こういう気持ちを持てば、最後のところの感情的な対立。これ、避けることができましたよね。 もう,こう感情的な対立ができた後にね、その後二2人はどうしたでしょうと言っても、これはなかなかね、謝ったっていうのは難しいと思いますね。例えば一晩経って冷静に考えたあとになら、方法が見つかったかと思うんですけども、こうなる前に、まずね、お互いに自分ももう少し気をつければいいところはなかったかなっていうような気持ちを持っていれば、よしこさんもね、えりこさんがごめんねと話しかけてきたときに、ツンとして横を向くんじゃなくて、どうしたの って聞けたんじゃなないいいかなという,ふうに思いますその後友達と仲良くするにはどうするといいですかというふうに聞いて授業を終えたいなというふうに思います。